やっぱり病院に。本当にあなたは常識がないわね。こういうのはね、別に病院に行かなくていいの。そうなんですか？そうそう、だって私もそうだったんだもの。普通に家で自分で産んだからね。病院に行く人も中にはいるけど、そんなの異常よ異常。母さんがそうしたんだからお前もそうしろよ。うん。病院なんか行ってる暇があるならさっさと家事をしなさい。家事を。親から捨てられたあんたを家族の一員として迎え入れてあげたのよ。その恩をちゃんと返しなさい。わかりました。私は遥か20歳。私は両親の顔を知らない。お母さんの話だと、私は両親に捨てられ、お母さんが引き取り育ててくれたそう。物心ついた時からお母さんと旦那となった達也さんと一緒にいる。お母さんに達也さんと結婚するように言われるがまま私は結婚した。そして子供を授かったんだ。翌日、本当に病院に行かなくていいのかな。でもキッズ携帯しか持たせてもらってないし、自分では調べようがないんだよね。お母さんの言うことを信じよう。今まで通り。ああ、え、妊婦さんだよね。はい、そうですけど。ビンゴ。ねえ、ママ友になろう。そのお腹の大きさだともうそろそろ生まれるよね。そしたらこの子、メイと同級生だもん。私ずっとママ友欲しかったんだ。はい、これあげるから。え、かわいいでしょ。って、あれかな、もしかしてうちの旦那たちと一緒でちょっとセンスずれてるタイプ。いや、かわいいです。嬉しい。人にプレゼントをもらうなんて初めてだ。よかった。うんうん、センスいいし、あなたとはいいお友達になれそう。そうだ、私は葵。あなたのお名前は？はるかです。はるかちゃんか。素敵な名前。よろしくね。よろしくお願いします。って結構強引だったけど大丈夫？私と友達になるの嫌だったりしない？そんなことないです。私友達いないんで。本当に嬉しいです。そっか、ならよかった。ねえ、聞いてもいい？お腹の子って何ヶ月？え、何ヶ月？何ヶ月って何ですか？あ、病院で言われてるでしょ、今何ヶ月かって。あ、いや、実は私病院行ってないんですよね。そのお腹の大きさで行ってないの？はい。ダメだよ、絶対に行かなきゃダメだって。今からでもいいから行こう。でもお母さんに行くなって言われてるんですよ。いやいやいや、そのお母さんやばいって。行くものだから。赤ちゃんを無事に産むために大切なことだよ。病院に行っても赤ちゃんが死んじゃう可能性はあるんだけど、病院に行かないとそのリスクが5倍にもなるの。5倍ですか？うん。ね、私も一緒に行って事情を説明してあげるから行こう。はい。何してんの？あ、お母さん。うちの嫁に変なこと吹き込まないでくれない？さあ帰るわよ、はるか。はい。変なことって、私は事実を伝えただけです。はるかちゃんを病院に行かせてあげてください。はるかは大丈夫なの。あんたみたいな軟弱者とは違うから。ほら、家事がたくさん残ってるんだから帰ってやりなさい。わかりました。はるかちゃん、病院に行こう。ごめんなさい葵さん、私帰って家事をやらなきゃいけないので、病院には行かなくて大丈夫です。はるかちゃん、この子もこう言ってるんだから、うちのことに口挟まないで。こうしてお母さんに家に連れて帰られた私、葵さんとお友達になれて嬉しかったのにな。あんなこと言っちゃったからもう私とは関わってくれないだろう。その日の夜、あれ、葵さんからもらった人形がない。え、ああ、その人形君が悪いから捨てといてあげたわよ。というか、はるか、あんな女と二度と関わっちゃダメ。
病院に行けだなんておかしなことを言うような人とはもう関わらないでいいわね。でも葵さんはいい人だと。いいから関わるの禁止、わかった？はい、いつもこうだ。子供の頃から私に仲のいい友達ができそうになるとお母さんが関係を断ち切ってきた。まあ今回もそれと同じなだけ、私が友達を作るなんて無理なんだよね。でも葵さんに言われたことが気になるな。やっぱり病院に行った方がいいのかも。でもお母さんに禁止されてるし、お金も持たせてもらってないし、いけないや。そしてそれから1ヶ月後、だいぶお腹が大きくなったな。もしかしたらもうすぐ生まれるのかも。お腹が痛い。尋常じゃない痛みが。これ何なの？どうしよう。お母さんも達也さんもいないし、病院に行って聞いた方がいいのかも。私はなんとか痛みに耐えて外に出た。病院どこだろう。あった。すみません。はい。お腹が痛くてどうすればいいですか？妊婦さんですよね。うちは歯医者なので対応できませんよ。かかってる産婦人科に相談してみてください。あ、そうだったんですね。ごめんなさい。結構苦しそうですね。タクシーお呼びしましょうか？大丈夫です。歩いて行けるんで。教えていただきありがとうございました。あ、ちょっと。そっか、病院にもいろいろ種類があるんだな。テレビも見せてもらえないし、インターネットも使ったことないから全然知らなかった。やっぱりお母さんが帰るまで家にいた方がいいのかも。そしてお母さんにどうすればいいか聞こう。もう動けない。大丈夫って、はるかちゃん、ずっと探してたよ。葵さん、お腹が痛くて。うん、それ陣痛だよ。って、もうそれどころじゃないかも。まずい、今救急車呼ぶから。それまで耐えて、はるかちゃん。はい。数分後。ここだよ。え、生まれそうじゃないですか。うん、そうなんだよ。とりあえず担架に乗せて安全な場所に運ぼう。もう病院に行っても間に合わないから。いや、安全な場所って？この子のお家が近くにあるって言ってた。というか、そもそも助産師さんがいませんよ。そこは大丈夫、なんとかなるから。なんとかって。お母さんから電話。こんな時に出なくていいよ。でも出なきゃお母さんに怒られるから。もしもし。どこほっつき歩いてんのよ。勝手に家を出るなって何度も言ってるでしょ。ごめんなさい、私今出産中で。はあ、出産中？出産ごときで家事をサボるんじゃないわよ。早く帰ってきなさい。はい、わかりました。やっぱり病院に。もう間に合わないの。さっさと運びなさい。は、わかりました。はるかちゃん、頑張って。頑張ってね。たく、早く帰ってこいっつの。何が出産中よ。出産中で電話になんか出れるわけないでしょうに。でもきっとそろそろね。ずっと家にいさせないと。あ？帰ってきたかしら？は？あんたら何？どいて！うわ！何？何なのよ！今から赤ちゃんを取り上げるから、あなたは邪魔しないで。はい。嘘、本当にあなた出産中だったの？ごめんなさい、家事できなくて。謝る必要ないよ。はるかちゃんは何にも悪くないから。はるかちゃんはこの子を産むことに集中して。よし、じゃあ始めるよ。はあ、あなたがやるんですか？うん。だってあなたにはできないでしょ？そりゃできませんよ。でもあなたにもできませんよね。できるよ。素人がやっていいものじゃないんですよ。もうあなたは黙ってて、一刻を争うんだから。
30分後。よし。はるかちゃん、無事生まれたよ。よく頑張ったね。本当によく頑張った。よかったです。救急隊の人、すぐにはるかちゃんとこの子を病院に運んで。わかりました。あと、私がしたことを他で漏らしたら、ただじゃ浮かないからね。言いません、言いませんから。それならよしと。病院になんか行かなくていいわよ。うちのはるかに病院は必要ないわ。うるさい。その口閉じなさい。何すんのよ。さーって、あなたには聞きたいことがたくさんあるのよね。はるかちゃんにもう一度会いたくて、はるかちゃんのことを調べたの。でも、どれだけ調べてもわからなかった。この町に夏目はるかって子は、存在しないことになってた。何言ってるのよ。でね、さらに調べたら、17年前、前本はるかちゃんって子が行方不明になったって情報が出てきて。あ、はるかちゃんにどことなく似てるんだよね。あなた、はるかちゃんをさらったりしてない？そんなことしてない、してないわよ。そっか、そう、してないならいいんだけど。するわけないでしょ。というか、はるかを返して。ちょっと待ってて、そろそろ届くはずだから。届く？姉さん、お待たせしました。これ持って街中歩いてくんの大変だったんですからね。ありがとう、犬塚くん、平次くん。何これ、見てわかんないの？アイアンメイデンとかの拷問器具だよ。はい？拷問なんか日本でしていいわけないでしょ。ああ、ごめんね。ヤクザに法律とかあんま関係ないからさ。ヤクザ？この方は噂組組長の奥さんだ。うちの組で一番やべえのが姉さんなんだぜ。エイジ君、後で覚えてなさいよ。うわあ、犬塚さん、助けて。知らねえよ。さあ、ゆっくりお話聞かせてもらおうっと。やだ、やだ、誰か助けて。ただいまって、母さん、来ちゃダメだつよ。ちょうどいいところに、あなたからもゆっくりお話聞かせてもらうからね。あれ、ここは。よかった、目が覚めたんだね、はるかちゃん。ここは病院だよ。あの子は大丈夫、無事だよ。はるかちゃんの体も異常なし。本当によく頑張ったよ、はるかちゃん。そっか、よかった。でもすごいですね、葵さん、赤ちゃんを出産するサポートができるなんて。昔、組の若いもんが奥さんを病院に行かせず家で出産そうになったことがあったんだよね。それでなんとか調べて出産させたんだ。その経験が生きたの。旦那の方はボッコボコにして破門にしたけど。組？ああ、言ってなかったっけ？私の旦那さん、噂組の組長なんだ。そうなんですね。ありゃ、あんまり驚かない？私、世の中のことがよくわからないんですよね。学校も行ってなかったし。あのね、はるかちゃん、はるかちゃんはお母さんに幼い頃誘拐されちゃったの。え？私は両親に捨てられたんじゃ。それはあの人たちがついた嘘。お母さんは息子に理想の嫁を作りたいと思ってそんなことしたんだって。だからそれがバレないように学校にも病院にも行かせなかった。本当に身勝手だよね。そうだったんですね。そっか、私捨てられたんじゃなかったんだ。本当のご両親に会いたい？そうですね、会えるなら。入ってきていいよ。え？はるか？はるかなのね。はるか、よかった、よかった、生きてて。お母さん、お父さん。そうよ、はるかの母さんと父さんだ。私のこと捨ててない？捨てるわけないでしょ。はるかは私たちの宝物なの。ずっと探してた。ああ、本当にずっと探してたんだ。それは本当だよ。はるかちゃんを探してる。この人たちに会って、
あなたが誘拐されたはるかちゃんじゃないかって気づけたんだもん。二人は17年間ずっと探してたんだ。そっか、ありがとう。こうして両親との再会を果たし、私は子供と一緒に両親と住むことになった。両親は本当に優しくて、私のことを愛してくれているのが伝わってくる。それから今、噂組の計らいで小中高の勉強を受けさせてもらっている。いつか大学にも行きたいなって思ってるんだよね。ちなみにあれからお母さんと達也の行方がわからなくなった。多額の慰謝料が振り込まれはしたんだけど、葵さんに一度聞いてみようとしたら、知らない方がいいよって怖い顔をしてたから、それ以上突っ込んで聞けなかったんだ。ごめん、遅くなった。お待たせ。葵さん。はい、プレゼント。これお母さんに捨てられちゃったって言ってたでしょ。赤ちゃんの分もあるよ。ああ、嬉しい。ありがとうございます。よかったね、のぞみ。のぞみちゃんって名前にしたんだ。はい、両親に捨てられたと思ってて、お母さんに洗脳されて生きてる意味がないって思ってたんです。もちろん今は全然違いますよ。そんな辛い時にこの子がお腹に来てくれて、私の生きる希望になってくれたから、のぞみってつけたんですよね。そっか、とっても素敵な名前だと思うよ。これからもお母さんの希望であり続けてね、のぞみちゃん。これあげるから。あー、うちの旦那寄りなのかも。センスがないってことですか。まあそこはおいおい教えていくしかないですね。おい、平次行ってこいよ。姉さんのセンスの方が間違ってるって。で、そんなこと言えるわけないじゃないですか。やられますよ。いや、言わねえとはるかそっちが常識だと思っちまうだろう。子供まで絶望的なセンスになるかもしれねえ。犬塚さんが言ってくださいよ。俺はまだ死ねねえ。ひどい。どうしたの。なんでもないよ。さあ、ご飯食べよう。はい。葵さんのおかげであの家から出られて、両親にも会えたし、のぞみにも会えた。そして友達もできた。本当にいろんなものを葵さんに与えてもらったな。葵さんも私に生きる希望を与えてくれた人。この子には葵さんのように強くて優しい女性になってほしいな。